はいどうも皆さんこんにちは、ドローです。今回はですね、パズル&ドールズ、あ間違えた、パズル&ドラゴンズのね、実況をやっていきたいと思います。いやーねー、なんと今ね、受験シーズンのなのに、なんとノーマルダンジョンがねスタミナフリー。これはね全力でガンホーさん受験生を潰しに来てますね。もう僕にはもうがっつりわかりますよこれ。はいはい、ということでまあ、僕はね受験生じゃないんで全然関係ないで、やっていきたいと思います。では今回、伝説の第一の、このダンジョンをやっていきたいと思います。はい、スタミナフリーなんでね何回でもいけるんでやっていきましょう。いや久しぶりにパーズ取られるんでね、ちょっと起きながらちょっと難しいんでやっていきましょう。おっとドロップは揃っていますね。オッケーオッケー。カーリーパーですね。はい、でやっていきましょう。間違えた。まあ25倍出せればいいんでね。はい、パズルの、上手い下手はね、気にしないでください。はいただの、攻略とかじゃなくてプレイ動画なんでね。ちょっと待って、これ死んだな、これ死んだ俺、これあ死んだ、あ死んだ、これあ倒せてよかったね。これ11なんでこれ死んでましたね確実に。オブノブノブノ。んで、どうしよっかな。とりあえず、ドロップを揃えようかな。回復しつつ、とりあえず緑を消していきましょう。OK。で、ドロップは揃ったんで、全力でぶっ殺しに行きたいと思います。はい。OK。ぶっ殺せますね、これで。オッケー。いや、実はですね、伝説の大地をね、クリアしたのは、ね、最近なんですよね。全然パズドラしなくて、一時期ね、俺やめてたんですよ、パズドラ。はい。なんで、今何バトル目 ?3 バトル目か。ドロップがないんで、ドロップ変換してます。オッケー。じゃあ行きましょう。オッケー。揃えますね。オッケー。あ、これ貫通しましたね。はい。あー、ちょ。オッケー。次も、あ、ドロップありますね。オッケー。いいんじゃないか、盤面が。じゃあ、やっていきましょう。ほら。あ、ミスった。水を揃えてなかったわ。オッケー、落ち込ん、ナイス。さあ、いけ。ワンパーンチ。はい、メトロ落ちていく。いや、パズワンはパズル実況は初めてなんじゃないかな。ボス戦来ました。真ん中ゼロですね。では、まず、エキドナ威嚇。これはね、お飾りといった感じでしょうかね。うん。懐かしいね、威嚇。うん。やっていきましょう。で、次これ。固定ダメージと、2ターンの間、神タイプの攻撃力が 2.5 倍になる、この最強のスキルを使っていきます。はい。OK。じゃあ次、カーリーをね。ドロップ揃ってるんですけど、使っていくスタイルですね。はい贅沢三昧、寿司三昧っつってね。参る。あ、やばいし、倒せきれてないかこれ。あ、オッケーです、倒せました。お疲れ様でした。はい、ということで、クリアいたしました。いやー、うん、受験生、頑張れよ。では、次回お会いしましょう。バイバイ。